始まるよ。はい、今日もとっても晴れてます。はい、ちょっと今日はあのレストランでご飯を買っていたら遅くなっちゃったので、ちょっと急いでいきましょうね。はい。リスちゃん、すごい髪の毛ボサボサ。美味しいね、ばあちゃん。うん、今日はね、ハンバーガーね。美味しい。うん。はい、ママの朝ごはんはエッグベネディクトです。はい、では出発4分前に支度が終わりました。よかった、はい、あと4分で出るからね。うん、じゃあいきますよ。失礼します。はい、頑張って。黒の今日も暑いよ、すっごい暑いよ、うん、はい、じゃあいきましょう。うん、いいね。 I'm hot。 今日はチューズデー、火曜日、チューズデーね。チューズデー、うん、うん、I'm hot。 暑いね、本当だね。はい、今日もすごい暑くて晴れてるよ。初めて見ました。うん、暑いって言うか、風がないからね。すごい暑い今日はね。ゆずちゃん楽しみ？めっちゃ楽しみ。楽しみ。楽しい学校、うん、おまたこんなホテルのところになぜかカートがあります。はい、今からマリちゃんとゆずちゃんにランチを届けに学校に行きたいと思います。すごい、いっぱいみんな頑張ってる。こんな感じね。アイスクリーム、ハート。頑張ったね。ナッチブック。今何人ぐらいでやってるの？ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シックス、セブン、エイト、ナイン、テン。私とイズちゃん入れて、チェン。あ、10人。すごい、頑張ってる。先生の味すごい綺麗。合わせてごらん、お友達にもらったんだよね。出てたー。よかったね。かわいい。すごい優しい。もらった。あ、よかった。みんなお揃いだ。ひるちゃんももらったんだよね。そう。見て、ほら。うん、めっちゃかわいい。一つだけね、違う色が入ってるんだよ、ほら。よかったじゃん。嬉しい。オーガニックのものが、サンセットホールです。今日も学校終わりました。はい、はい、でマリちゃんとイズちゃんね、今日とっても学校頑張りました。はい、何か一つ英語を覚えた単語とか文章とかあれば今言ってください。私なんだっけ、 100。 わー、すごい、いいね、発音、発音いいね。 100。 すごい。イズちゃんは、ね、うん、そうだ、イズちゃん、そうだ、覚えた言葉、うん、あ、すごい、13、すごい難しいんだよね、ママ言えない。で、いつちゃん、ちなみにね、1月から12月超発音いいから今言ってください。どうぞ。 January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December。 すごい、発音いい、素晴らしい。サンデーマンデーって、せーの。サンデーマンデー、チューズデー、ウェンデー、サンデー、フライデー、サチデー。すごい。January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December。 わー、すごい。ということで、素晴らしいですね、発音が。ありがとう。ね、で、2人ともね、お友達がね、ローラースケートみたいな靴を持ってて、うん、すごく羨ましいって言って、欲しいって言ったので、今日必ず一つね、あの単語を発音よく覚えてきてって言ったら、もうできたので、はい、買いに行きたいと思います。イエーイ！ね、ローラースケートみたいな可愛いピンクの靴と黒い靴があると友達が言ってたんだよね。はい。じゃあ今からそこのショップに行って買いたいと思います。はい。178って言われたらアイスクリームを取りに行ってください。聞こえるかな、ちゃんとヒアリングできるかな。178、あ、言われたよ。 Thank you very much。 オレオが大量に入ってる、これね。これもまたトッピングできましたのでいただきたいと思います。マックフルーリーとアイスクリームね。今日すごい暑いからね、みんなで食べたいと思います。はい、パパに連絡するのかな、イズちゃん。待ってね、うん、パパにね、LINE をしてます。おいしい、やみおいしい。はい、でさっきね、ちょっと靴をね、パパッと見たんだけど、ちょっとよく見当たりませんでした。はい、なので、ここでマリちゃんの出番です。マリちゃん、イズちゃんで英語を使ってローラーシューズはどこですかって店員さんに聞いて見つけ出してください。はい。
はい、見つかりました。ローラーシューズ、ちょっと後ろ見せてごらん。すごいんだよね、これね。こうなってるんだよね。すごいじゃん、イズちゃん。見つけた。あとはサイズがあるか。そう、黒かピンクしかないって。ちょっとサイズ合わせてぴったり合うものをちょっと買っていこう。前、イズちゃんは10で、マリちゃんは11だった。ここに10とか11とか書いてあって、それがマリちゃんたちのサイズ。はい、お友達とお揃いということで、このネックレスも買いたいと思います。はい、2人ともね、サイズぴったりなものが見つかりました。はい、これほんと残り1個なんだよね、うん、よかったね。残り1個とかあったね。よかったね。ほんとよかった。今からお会計に行きたいと思います。イエーイ。はい、買いました。買ったよ。じゃあさ、お兄さんに見せてごらん。買いましたよって。Thank you. Thank you very much. No problem. Yes, okay. はい、ベンチを見つけて一目散にここに座りました。はい、じゃあ今からね、ちょっとあの靴下を持ってきてないんだけど、そのままちょっと履いてね、くる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 して入りましょう。歩くとこんな感じになります。大丈夫かな？大丈夫？大丈夫？はい、じゃあちょっとね、いろいろ手すりとかつかみながらね、帰ってね。頭を打たないで気をつけて。普通に歩けるよ。あ、できてるできてる。ローラースケートみたいに。普通にできたよ。うん。できた？はい、じゃあいいじゃん、できたできた。転んで頭打っちゃうとかね、怪我とかないようにね。マリちゃん、いつもね、トラムに乗ってるね、アナウンスのお兄さんの声を覚えました。はい。セリフを。ということで、今、ビデオに向かって言ってください。はい、どうぞ。はい。オンバーン、トランクバイ、ウォーカムボーイ、ジュステ、ジュスタドリトゥーヘレンズベル、ストッピンインドステーションズ、トゥーヘレンズベル。すごい、できた。うん。ヘレンズベールまで行くよって言ってるのかな。そう、最終駅はヘレンズベールだよっていう感じで行って、うん、すごい発音いいね、イズちゃん。イズちゃんも覚えるといいね。これ毎日聞いてるんだよね、トラムの中でね。毎日聞いてるんだ。忘れちゃうんだよ。忘れちゃう。そう、イズちゃんは仕方ないよね。マリちゃんすごい。もっと違うさ、言葉。次はサイプレスアベニューだよとか、うん、そういうのも覚えてこよう、ね、うん、次の駅はこれだよとか、うん、ということでよくできました。はい、マリちゃんも今日も頑張ってきましたね。プリントをね、しっかりやって、あとスペルもね、しっかり覚えてきましたよ。はい、こんな感じでいろいろね、カラフルに塗りながら単語を覚えています。最近はいろんな文章までも覚えてくるようになりました。はい、イズちゃんはね、一番年下の6歳ということでね、まだちょっと難しいところがね、多くありますけれども、少しずつ覚えてきています。こうやって英語にね、触れる毎日でとってもいいことだと思いますね。よく頑張っています。はい、今日もイズちゃんとマリちゃん、お勉強よく頑張ってきましたね。いろいろ絵を使って勉強していますね。マリちゃんもね、英語いろいろ暗記したり喋られるようになってきましたよ。ドリルもね、毎日のように、いろいろ頑張ってやっています。数字とかね、形とかいろいろ覚えてます。あと曜日もね、覚えたりして頑張っています。はい、マリちゃんも8歳から9歳のものをやっていますが、こんな感じでお金の勉強、足し算、引き算、ね、算数をやっています。とっても楽しくなってきたようで、毎日見開き1ページ頑張っています。語学学校で大事なお友達からとっても可愛いブレスレットとミサンガをもらいました。はい、今日はオーガニックのお店でシャンプーを買ってきました。はい、そして夜ご飯のメインは手を抜いてこちらの海苔巻きにしたいと思います。今ね、ミナ君とテレビ電話をしています。はい、折り紙折ってんだよね、ミナ君。ゴジラ今作ってるの。うん、